5日日曜日、ツ・リージョンプラザで歯の健康展が開催されました。これは歯を大切にすることを通して健康について考えてもらおうと、6月4日から10日の歯の衛生週間に合わせて毎年行われているものです。ツ・リージョンプラザの1階と2階では、歯科医師による歯の検診や相談、歯科衛生士によるお口の衛生指導、県立公衆衛生学院の学生によるフッ素塗布などのコーナーが設けられ、たくさんの来場者でにぎわいました。その他、栄養士による栄養相談、健康に関する各種啓発コーナーなど、さまざまな催しが開催されました。また、3階の生活文化情報センターとギャラリーでは、市内の幼稚園・小中学校から応募があった歯科保険図画ポスターの作品展示や、歯科医師・朝倉千恵さんが書かれた絵本、お口の中の仲良し家族の読み聞かせなどもあり、歯に関する分かりやすいお話に子どもたちは聞き入っていました。この日、会場では歯に関する各コンクールの表彰式があり、午前には良い歯の児童生徒コンクールと歯科保険図画ポスターコンクールの表彰式が行われ、津歯科医師会会長鎌谷義人さんが、親からいい歯をもらったことに感謝することはもちろん、これからも自分で磨いてきれいな状態を保っていってくださいと挨拶しました。午後には8020運動コンクールと親と子の良い歯のコンクールの表彰式が行われ、前橋町が虫歯予防デーにまつわる子どもの頃のエピソードをユーモアたっぷりに紹介し、歯を大事にする努力、歯に対する気配りがいい歯を保つために必要です、いい歯を大事にして元気に過ごしてくださいと挨拶をしました。各部門の受賞者は名前が呼ばれると壇上に上がり、表彰状と記念の盾を受け取りました。関係者はそれぞれの年代に合わせて、日頃からバランスの取れた食事や歯磨きなどの健康管理に気をつけて、80歳になっても20本以上の自分の歯を保てるようにしていただきたいと思いますと話していました。